ロシアのウクライナ侵略について岸田総理大臣は、暴挙には高い代償が伴うことを示すと述べ、ロシアへの新たな制裁としてプーチン大統領や政府関係者の資産を凍結することなどを表明しました。ロシアの侵略によりロシアとの関係をこれまで通りにしていくことはもはやできないと。 また、欧米6カ国が表明した国際的な金融決済システム SWIFT からロシアの主要銀行を排除することに日本も参加すると述べました。ウクライナに対しては1億ドルの緊急人道支援を行うことを明らかにしました。そして昨日深夜 G7 主要7カ国の外相がオンライン会合を行い。 制裁を含む今後の対応やウクライナへの支援について引き続き緊密に連携していくことで一致しました。